はい、今日またお昼をですね、作るんですけども、今日あの野菜がねちょっとずつ余ってるのと、あとあれですよ、あのこれ、キャンプのソーセージが残りまして、でしばらくソーセージをいっぱい食べれるということですね。あんかけパスタを作ります。初めてです。でわざわざあの太麺のこれ 1.9 ミリ、これ OK で一番太かったやつを買ってきましたので、これを茹でてあんかけスパってやつを今日のお昼に作ります。材料がですね、まずスパゲッティですね、適当にあった野菜、今玉ねぎがなぜか半分ありました。あと人参もこうかけられましたので、そしてあとピーマン一つ切って、ナスとしめじと、あとキャンプの残りのソーセージ、で作っていくんですけども、調味料がですね、別にペシャッとソース、あと醤油と水と片栗粉と、でちょっとこのウェイパー中華、この辺適当にですね、混ぜて、あんかけを作って、あんかけスパっていうやつを作っていきたいと思います。はい、100g だと多いのかな、100g ないぐらい、 100g野菜多いのでね、こっちがこうしていつも多いんだよな、想像してたら少々なのかな。こういうで、まだ野菜がちょっと来ちゃうのね。多いな。半分でいきます。はい、こんな感じでやってます。はい、こんな感じ。今日ね、もう野菜多いの、またね、野菜多めでいきましょう。これを炒めて、いきます。でその後にあんかけを作っていくのね。オリーブオイル、最近サラダ油禁止に出まして、健康的なものを、1回だけね、あんかけスパって1回だけなんかもこんな感じで、どっかの1回だけ食べようか。ただ本場のっていうのかな、食べてないんですけど、名古屋って面白いですよね。後輩に、大学の後輩に名古屋の出身のやつがいて、で、なんか、2人ぐらいで、やたら名古屋好きなの、地元が好きで、1人は地元帰って、1人はこっちから。だけど、すごいね、地元愛がすごいんですよね、名古屋って。なんか、私、1回目名古屋、なんでだろうって言ったことがあって、名古屋の駅前にあれすごいですね。大名古屋ビルチング。大名古屋ですよ、大名古屋。多分日
日本の都市で独立するもし可能性があるとしたら名古屋だと思うんですけども、あのそのぐらいなんだろう、ちょっと特別なね、まあ、自分は住もうとは思いませんけど、ただ食べ物って割と名古屋の多分特徴があるというか、あんかけしか思うんですけど、スマブチとかね、あと味噌カツ、味噌カツ好きですよ。名古屋飯って興味あるんだけど、あんまり行かないんだよね。山が、有名な山は名古屋しかないので、通り道ね、藤原先生の白浜行く時も名古屋通りだって、だからちょっとあんまりそこにこう、固まることないんですけど、もうほんとゆっくり名古屋行って、名古屋行ったらなんかいろいろ食べ物をね、食べたいと。思います。はい、こんな感じで具ができてきて、じゃあ今度ですね、このあんかけのあんの方をね、横で作っていきたいと思います。これも適当に入れます。あの分量は後で書き出しますけども、あんかけパスタのあんかけ、分量はね、適当、ローブですけども、ケチャップが2ぐらい、まあ、ウスターソースも1か2ぐらい、多分そこに甘めの味付けで砂糖も小さじ1ぐらいとか、もう甘いとね、なんで、あれ、酒も。軽量カップがない。これやね。いつもよりもさらに適当に入ってますけど、なんか忘れてないかな。あ、ちょっと醤油も入れたら、この料理ってなんかね、こう。いろいろ複雑になればなるほど美味しいと思うんですね。というふうに私は思ってまして、でただセンスがある程度必要と、これにこれ入れちゃダメだなっていうのが、なんか感覚とか経験で分かるというかね、なんて言うのかね。これはもう関東しか言えない。これを最後に、片栗粉でとろみを出すっていうことですね。これね、はい、あんかけスパー、これにですね、これをじゃあかけてみましょうか。少ないかな、いいんじゃないですかね。さっき砂糖をね、後で少し足しました。甘めに、はい、こんな感じで、完成ということで、目玉焼きが乗ってるかどうかは知りませんけども、今日ちょっと行ってみて、乗せてみました。これ食べてみ